皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。より小さい明治安田生命 J2 栃木1から2岩田、最終節、12日、関関ジュビロ岩田が劇的な逆転での J1 復帰を決めた。最終戦は2対1の逆転で栃木 SC を下し、勝ち点を75に伸ばし2位に浮上。同勝ち点まで伸ばしてきた東京ベルディを得失点差で上回った。 動画、逆転で J1 復帰。試合終了のホイッスルに歓喜する選手とサポーターたち最終的に前節まで2位だった同じ静岡のライバル、清水エスパルスがミトホーリーホックと1対1で引き分け、同74止まりだったことなどで、自動昇格の2位に順位を上げて昇格を決めた。来季は王国、静岡のクラブが J1 に帰ってくる。 アウェーで前半24分に先制され、苦しい戦いを強いられた。しかし、同41分に MF ドゥドゥが同点弾。右足で放った強烈なミドルシュートは、DF に当たってコースが変わりゴールに吸い込まれた。このまま11で折り返した。後半16分、DF 松原木先のボールに対し、 MF 松本まさやがペナルティーエリア中央へ勢いよく飛び込みヘリングシュート。これが決まり、待望の勝ち越し点。残りは、しっかりと全員で体も張って守って攻め、リードを守り切った。試合終了の笛が鳴ると、一呼吸を置いて昇格を確認し合い、選手は抱き合い、喜びを爆発させた。決勝弾の MF 松本まさやは、今日は、 高い場の結果次第ではありましたけど、勝ちに行くという気持ちが結果につながったと思う。1年間、自分たちを信じて戦った証だと思う、と話した。首相の MF 山田大輝は、最高です、と目に涙。横さん、横内監督、が選手を常に信頼し続けてくれたことが大きかった、と指揮官に感謝した。 最終節は同じ静岡のライバル、清水エスパルス、名門、東京ベルディも含めた3チームに自動昇格の可能性があったが、岩田が町田ゼルビアに続き昇格を決めた。勝ち点72で3位だった岩田が、この最終戦で1年での J1 復帰を決めるには、栃木に勝った上で清水と東京 V が引き分け以下になることが主な条件だった。 難しい条件をクリアした。逆転での自動昇格をつかむには、勝利が絶対条件だった。約1年前には、カタールで日本代表の森安はじめ監督と共に世界を舞台に戦っていた横内秋信監督は、僕らはやれることを最大限やるだけ。勝ってどうなるかを待つしかない、と話していた。横内監督は、就任初年度から、 確かな手腕を発揮した。今季は一度も連敗しない堅実な戦いで勝ち点を積み重ねてきた。今季は、クラブとして FIFA、国際サッカー連盟からの補強禁止という大きなペナルティを受けた中での戦いを強いられた。昨年、21年1月獲得のコロンビア人 FW ファビアン・ゴンザレスと当時結んだ契約が規則違反とされた。 同選手が活躍した昨季の加入前、タイのクラブと交わした契約が存在したとされ、岩田は同選手の不当解除を誘発した、イコール不当に引き抜いた、と判断された。スポーツ仲裁裁判所 CAS に申し立てていた上訴も昨年末に棄却され、厳しい戦いを強いられた。補強は、日本代表チームから森安監督の右腕、 横内監督を招いて、新監督に据えたこと。加えて、同じく日本サッカー協会、ジャファでコーチをしていたレジェンド、川口義勝ゴールキーパーコーチの就任だった。川口コーチは、就任時に、選手時代に過ごしたクラブにコーチとして仕事ができることを大変喜ばしく思います。強いジュビロを取り戻すために全力を尽くします、と語り、 言葉通りの結果を出した。ただ、この藤田都也スポーツダイレクター、SD の一手が大きかった。その藤田 SD の存在も、やはり特別だった。昨年秋、22年9月の就任、実質1年目で補強なしで結果を出した。黄金期を知る岩田のレジェンドの昨年、17年ぶりの復帰も大きかった。 首相の MF 山田博樹を中心に戦い抜いた。43歳になった MF 遠藤康人も今季リーグ42試合中21試合に出場し大きく貢献した。この日は多くのサポーターもアウェーまで駆けつけた。文字通りチーム一丸で戦って J1 への切符勝ち取った。 ジュビロ岩田1972年総部のヤマハ発動機が前進。94年に J リーグに昇格し、97年第2ステージで初優勝を飾り、年間王者に輝く。98年はナビスコ杯優勝。99年にアジアクラブ選手権を制し、2度目の J リーグ年間優勝を果たす。2年に3度目の年間優勝。 三年には天皇杯を初制覇した。株式会社ジュビロが運営し、ジュビロはポルトガル語で、歓喜の意味。ホームタウンは静岡県岩田市で、本拠地はヤマハスタジアム。中山正史、藤田俊也名場博史、福西隆史、奥大輔田中誠、鈴木秀と、川口義勝、高原直弘、前田良一、駒野雄一、 スきラッチ、ぶんら偉大な選手たちが在籍した。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。